ただいまより2019シーズンをもって13年間の長きにわたり準備などを支えてくれた大谷翔平さんの引退セレモニーを行います。皆様これをもうご覧になってください。プロサッカー選手を引退しました。ジムの岩田が素晴らしい体格で18年選手としてプレーすることができました。心から感謝しています。本当にありがとうございました。このヤマハスタジアムでもう全力で走ることがないんだ、ボールを受けることがないんだと思うと少し寂しく思います。このスタジアムの右サイドを駆け上がった時の皆さんの声援は忘れません。何度も走りたくない、走れないと思った時もありました。でもそんな時に皆さんの声援がとても力になりました。何度も走らせてくれました。皆さんの声援がジュビロサポーターの声援が大好きです。ジュビロで始まり、ジュビロで終わる、なかなかそんな幸せな選手はいません。そんな幸せな選手生活を送れたのも、ジュビロ岩田のベガルタ全体というクラブがあったからです。この場を同じ中でベガルタ全体にも感謝を伝えさせてください。皆さんと戦った5年間はサッカー選手としてだけじゃなく、人としても本当に成長させていただきました。希望の光になろうか、その思いで必死に戦いました。あの5年間になれば、今こうして皆さんの前でジュビロサポーターの前で引退することができなかったと思います。本当にありがとうございました。今後ですがジュビロのアドバイザーとしてチームを支えることになりました。選手とともと違った角度があるのがチームの力になれるよう努力しています。これからもジュビロの一員です。ジュビロ岩田が J1 に昇格し、もう一度 J1 を優勝する、皆さんと一緒に喜べる、そんな日が必ず来ることを信じサポートします。10年、20年、応援したいと思われるようなクラブになっていきたい。だからこれからもジュビロ岩田を応援してください。ジュビロサポーターでいてください。今日まで応援してくださったサポーターの皆さん、共に戦ってくれた仲間、本当にありがとうございました。幸せなサッカー人生でした。
これからも選手時代で変わらず変わらず前に前に前に突っ走っていきたいと思います。素晴らしい選手のデビューをありがとうございました。とりあえずネクタイ取って頭を沸かす。それでいい、それでいい、それでいい。まず、飛びましょうか。おい、ビール持ってこい、ビール。それがプロまで、そしてここまでこうしてやってこれたのも本当にサポーターの皆さんの応援があったからです。本当にありがとうございました。これから先、さっきも言ったようにジュビロのアドバイザーとしてチームはもっともっと良くしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。これから残ってくれた選手と来てくれる選手といろいろいると思いますけど、 J1 に昇格し、また皆さんと一緒に J1 で優勝できるように一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。
育していた時からこのスタジアムでサッカーを見てきて、まさか自分ができるとは思わなかったですけど、やってみてずっとサポーターに応援してもらって幸せな本当サッカー人生だったと思うので、今度は自分がチームを支えていく立場になると思うので、しっかりとチームを支えていきたいと思います。いろいろな思い出ありますが、全て自分の宝です。これからも違った立場でジュビロ磐田で一員として頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。